はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで、本日もやっていきたいと思いますけども、本日もですね、有能若手選手紹介第22弾やっていきたいと思います。22弾のね、本日はこの6選手となります。ハメド・トラオレ、オヌーチュ・ペドロ、そしてエセキエル・パルシオス、ウィルマル・バリオスにパワールということで、まあ、この6選手紹介していきたいと思いますが、まあ、バリオスとかはね、まあ、ガチスカに入れれるぐらいの DMF 持ってるかなと思いますので、しっかり能力値見ていきたいと思います。まずは、ドータマのハメド・トラオレ選手になりますね。175cm で19歳右足ということで、白の69から銅の74、惜しくも銀昇格とはなりませんでしたが、銅の最高74までいって銅昇格となっております。そして殺走路所属ですね。で、能力値かなり強いもの持ってるかなと思いますが、オフェンスセンス4つ上がって80枚乗せたという形になります。で、ボールコントロール86、ドリブル86ということで、ボールコントロール1上がってますね。で、ボールキープ81、パス系1ずつ上がって84、79で、決定力プラス2の74、ヘディング68でマイナス1、プレースキックカーブは73、74でカーブがマイナス1になってますね。で、スピード瞬発ですけども、スピードがプラマイ0で91、瞬発力マイナス1で91ですが、まあ十分強いですね。スピード90まで乗せたっていうところはかなり評価できるかなと思いますけども、キック力3つ上がって84、ジャンプ4つ上がって76、フィジカルコンタクトプラス5で77ということで、まあここら辺のフィジカル系の能力値はかなりね、上がったかなという印象なんですが、ボディコントロール89でスタミナプラス10の91ということで、まあスタミナ90まで乗せたっていうところでですね、後半までしっかりやれるかなと思いますが、ディフェンスエンスボールダッシュが18と19ずつ上がって71、73、かなり上がってますね。で、アグレッシブネス81、逆足が3と3で、コーン後怪我耐性3ですね。で、総合値は84から88で4つ上がったという形になります。で、スキルですけども、ワンタッチパスのみでプレイスタイルはボックスとボックスに変更という形になりますが、まあ能力値的に見ると、ボルコンドリブルだったりボディコントロール、ここら辺のね、数値が高いので、この安い選手になってくるかなと思いますし、スピード瞬発もね、90しっかり乗せているっていうところはかなり評価できるかなと思います。続きまして、エベレオナーチ選手ですけども、201cmで25歳、右足ということで、銅の74から銀の75、総合値は1上がってますね。で、ヘンク所属なんですが、まあ2m 超えのね、センターフォワードということで、しっかり能力値見ていきたいと思いますが、オフェンスセンス84で1上がってますね。で、ボルコンドリブル2ずつ上がって81、83、ボールキープ82で、パス系73、63でフライパスがかなり低いですけども、決定力6つ上がって90になってますね。これはかなり評価できるかなと思いますね。で、ヘディング89、プレースキックカーブ69、68で2ずつ上がっております。で、スピード瞬発もですね、81、78ということで、まあしっかり持ってるかなと思いますね。で、キック力2上がって77、ジャンプは88で2上がっております。フィジカルコンタクトも1上がって94ですね。で、ボディコントロール69、スタミナ82ということで、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、アグレッシブネスが63、51、56、出来上がりが3と1で、コーン1後怪我耐性2ということで、総合値は82から86で4つ上がっております。で、スキルですが、ヘッダーライジングシュート、コントロールループで、プレイスタイルはポストプレイヤーという形になりますが、コントロールループ追加ですね。まあヘディング89だったり、ジャンプ88、そしてヘッダー持ちなので、この辺やっぱりクロス要因の、選手になってくるかなと思いますけども、オフェンスセンス84だったり、決定力90枚乗せたっていうところはね、ここら辺がかなり評価できるかなと思います。で、あとはフィジカル系のフィジカルコンタクト、ここら辺のね、能力値もかなり高いので、やっぱりヘッダー持ちということなので、まあクロス要因になってくるかなと思いますね。続きまして、フィオレンティーナのペドロ選手になりますね。センターフォワードで、総合値は78まで上がってますが、186cmで22歳右足ということで、銀の77から銀の78、総合値は1上がってますね。で、所属はフィオレンティーナという方なんですが、まあ、この選手かなりね、バランスのというかセンターフォワードかなというイメージで、オフェンスセンス1上がって89、ボールコントロールドリブルは86、87ですね。まあ、オフェンスセンスが、プラス1で89なんですが、まあ、90乗ってほしかったですけども、まあ、素晴らしいですね。89枚のステージということで、ボールキープ79、パス系82、81で、決定力89ですね。で、決定力も1上がって89ということなので、ここら辺もね、しっかり強化されているかなと思いますけども、ヘディング5上がって81、プレースキックカーブ82、79で、スピード瞬発はプラマイ0ずつでしたね。84、81で、あとはキック力プラス2の86で、ジャンプも6上がって75ということで、ヘディングとジャンプがね、かなり上がったかなという印象なんですが、フィジカルコンタクト3上がって84、ボディコントロールは77でプラス1、スタミナもプラス1で78ですね。で、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、アグレッシブネスが59、62、56、電気圧が2と2で、コンワン5、怪我耐性2で、総合値は86から89でプラス3になっております。ギリギリ90にはいかなかったですね。で、スキルですけども、ヘッダー、PK キッカー、マリーシアに、エッジダウン、アクロバティックシュート、ワンタッチシュートが追加となっております。まあ、特にワンタッチシュートはここら辺のね、追加スキルはかなりいいんじゃないかなと思いますが、プレイスタイル何もなかったんですけども、ラインブレイカーが追加という形になっております。で、ポジションですね、センターフォワードと CMF が濃い適正という形になってますね。まあ、珍しいかなと思いますけども、まあ、この選手はオフェンスセンスだったり、決定力、ここら辺が上がったのもかなりいいですし、あとはヘディングと、あとそうですね、ジャンプスキルにもヘッダーありますし、ここら辺がね、かなり強化されたのは嬉しいかなと思いますね。
続きまして、エセキエル・パラシオス選手になりますけれども、177センチで20歳右足ということで、銀の78から銀の78、総合値に変化ありませんでしたね。で、所属はリバープレートということで、で、能力者かなり強いものを持ってるかなと思いますが、オフェンスセンス81、ボルコンドリブル87、87で、ボールコントロールが1上がったという形になりますが、まあ、かなりこの安い選手になってくるかなと思いますね。で、ボールキープ84で、パス系87、81ということで、グラウンダーパスがかなり高いですね。80後半までしっかり乗せておりますが、決定力79、ヘディング70、プレースキック、カーブ73、78ということで、スピード瞬発ですけども、90、88なんですよね。スピードは特にね、6個も上がって90になってますが、ここら辺がかなり強化で、されたかなと思いますし、強化できる部分かなと思います。で、キック力86、ジャンプ78、フィジカルコンタクト82、ボディコントロール86ということなので、やっぱりボルコンドリブル、ボディコントロール、ここら辺が高いので、ね、この選手も、この安い選手になってくるかなと思いますが、スタミナがマイナス6で86、ディフェンスセンス、ボールダッシュアグレッシブネスが73、81、82ですね。まあ、ボールダッシュアグレッシブネスがこの辺高いかなと思いますが、逆足が3の3で、コーン6、怪我体制2ということで、コーン6っていうところもね、かなり強化できますね。で、総合値は89から89で変動なしです。で、スキルですが、ダブルタッチ、足裏コントロール、ドロップシュート、ワンタッチパス、バックスピング部、マリーシャ、闘争心にスルーパスかという形になってますね。まあ、特にね、元々持っているスキルだと、ダブルタッチだったり、ワンタッチパス、ここら辺のスキルが有能ですし、また追加のスルーパス、ここら辺のスキルがね、かなり有能になってくるかなと思いますね。で、プレイスタイルボックスボックスということなので、仕様も良くなってくるんじゃないかなと思いますが、まあ、CMF でね、ボルコンドリブル高いのはもちろんなんですが、あとはパスケートスピード瞬発、ここら辺がね、高い能力持っているっていうところが、パラシオス選手の、いいところなんじゃないかなと思いますね。続きまして、バリオスになりますけども、まあ、バリオスはね、まあ、2019の頃から最強 DMF とか言われてましたが、2020も相変わらず最強でしたね。178センチで26歳右足ということで、総合値自体に変動はなかったですね。金の82から金の82で、ゼニト所属ということで、バルセロナからね、ゼニトに行ったマンコムと同じところですね。で、オフェンスセンスがマイナス1で65、ボールコントロール、ドリブル84、82で、ここら辺1ずつ上がってるんですよね。で、ボールキープ81、パス系84、76ということで、フライパスがね、3つ上がったっていうところはかなり評価できるかなと思います。決定力2下がって62、ヘディングプラス2で85、ここら辺のねヘディングが上がったっていうところもかなり評価できるかなと思いますね。でプレースキックカーブは63、64、スピード瞬発89、85ということで、もう言うことないぐらい強いかなと思いますね。スピ瞬これだけあって DMF なので、かなり召喚も良くなってくるかなと思いますけども、キック力78、ジャンプ87、フィジカルコンタクト93ということで、まあフィジカル系の能力値も高いですね。特にフィジコに関しては3つも上がってますし、ここら辺いいかなと思いますね。ボディコントロール82、スタミナ96ということで、ここなんですけども、ディフェンスエンス、ボールダッシュ、アグレッシブネスですね。93、95、93ということで、ディフェンスエンスは1上がってますし、あとアグレッシブネス93ということで、ここら辺の能力値がかなり高いんですよね。で、逆足が2と3で、コンワンもね、8から7に1つ下がったんですが、まあ、コンワン7なので、まだまだ十分できるかなと思います。怪我体制2ということで、総合値は88から90でプラス2になってます。で、適正ポジションで1つね、かなり評価できるかなと思う部分が、センターバックが追加されたんですよね。まあ薄い適性ではあるんですが、これ2019の時はね薄い適性でもセンターバックなかったので、ここら辺がかなり評価できるかなと思いますけども、あとは CMF、DMF、右サイドバックはこういう適性となってますね。でスキルがダブルタッチ、ジクールターン、ヘッダー、マリーシャ、アマンマーク、インターセプト、アクロバティッククリア、闘争心にワンタッチパスが追加となってます。逆に軸足当てが乗ったという形になりますが、まあ元々のダブルタッチだったりヘッダー、マンマーク、インターセプト、ここら辺のスキル有能ですし、ワンパ持ちになったっていうところもねかなり評価できるかなと思いますね。でプレイスタイルはハードプレイからアンカーに変わったっていうところもかなり評価できるかなと思います。まあ能力値とスキル見てもまあ最強 DMF の名にふさわしいぐらいの能力値持ってるかなと思いますので、引き続き2020のガチスカ候補になってくるんじゃないかなと思います。特にバリオスの FP とか来たらね、めちゃくちゃ強くなりそうなので、そこら辺も期待しつつ待ちたいと思いますね。本日ラストはですね、パワールということで、バイエルン所属になってまた再登場というか、そんな形になりましたけども、まあパワールと言ったら、まあワールドカップのね、あのゴールが思い浮かばれますが、186センチで23歳右足ということで、金の81から金の84、総合値は3つ上がってますね。オフェンスセンス72、ボルコンドリブル84、79ということで、ドリブルが5つも上がってますね。ボールキープ76、パス系86、89ということで、特にフライパスが8つも上がってますね。ここら辺はかなり評価できるかなと思いますが、決定力8つ上がって72、ヘディング3つ上がって
縦88、プレースキックカードは73、82で、カーブが特に上がってますね。プラス12になってますが、スピード瞬発も上がってます。87、81で5ずつ上がってまして、キック力4つ上がって81、ジャンプ93、フィジカルコンタクト86、ボディコントロール84、スタミナ89、ディフェンスエンス、ボールダッシュ、アグレッシブにもしっかり上がってますね。91、89、85、で逆足が2と2で、コンワン5、結果体勢は3から2で1つ下がってますが、総合値は89から92で3つ上がってますね。で、適正ポジションはセンターバックと右サイドバックが超えてきて、そしてスキルはバックスピンの分、マンマークインターセプト、闘争心にロングスローとアクロバティッククリアが追加となっています。まあ、特にマンマークインターセプト、この辺のスキルが有能ですね。で、プレイスタイルはオーバーラップという形になりますが、まあ、個人的にアグレッシブですよね、能力値はあまりないので、まあ、サイドバック起用とかがね、そこら辺の起用がいいんじゃないかなと思いますし、フライパスここら辺のね、能力値もあるので、やっぱりサイドバック起用は一番いいんじゃないかなと思ったりもしてみました。ということで、本日はこの6選手、ハメド・トラオレ、オヌアチュ・ペドロ・カラシオス・バリオス・パパールということで、この6選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。皆さんの使用感等も教えていただきたいと思います。引き続きですね、皆さんの注目の若手選手も教えていただきたいと思いますので、コメント欄にて、お待ちしております。ということで、本日の動画が良かったなと思ってくださった方は、最後にチャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。